帰ってきております。そう、めちゃめちゃ久しぶりに帰ってきました。1年以上ぶりちゃうって、前いつ帰ってきたかなって感じなんですよね。本当に久しぶり。去年いつ帰ったっけっていう。そう、1年は経ってる気がするって。そう、去年の冬ぐらいに帰ってきたかなみたいな思っててんけどさ、え、去年の冬帰ってないわ。帰ってないよね多分。うちバタバタしててってなると、夏に、あ、イベントあったのよ。あ、そうやな、イベント、お仕事で一瞬帰ってきた時があったわ。そうだ、10月、秋かな、秋にお仕事で帰ってきたんですよね。そう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 、そうだそうだ、今回もお仕事ですかって。ううん、今回はね、ちょっと西奈良に行きたいなと思って。そう、もう明日帰っちゃうんですけど、そう、ママに何も言わずそう、何にも言わず、昨日の夜中お風呂入ってる時に、明日奈良行こう。で、今日朝っていうか、まあお昼ぐらいかな、新幹線のチケット買って、で着く30分前ぐらいに、今日ママ仕事って言って、で仕事やと思ってたから、普通にママの職場に行こうとしてて、で職場の方へのお土産とかも買ってってて、ほんならママ休みって言うからあ、そうなみたいな、35分に駅着くって言ったら、はってきてそうそう、サプライズ。そう、今ね、そう、帰っとこうと思って、うんそうなんです、帰ってきて、でそう、今お兄ちゃん実家じゃないんですけど、だからお兄ちゃんに会いに行って、あのちょっと遠いところに住んでるおばちゃんに会いに行って、あ、でママの職場の方にも挨拶行ってみたいな、いろいろ挨拶回りをしてからあの今焼肉行ってそう帰ってきました。そう、ご飯食べて、で明日ちょっとやりたいことして、そのまんま帰ろうかなっていう感じなの で今日もそんな夕方ぐらいに落ち着いた、夕方で、まあ4時ぐらいになら着いたので、そんな長いはしないんですけど、そう、地元の友達にも会えたかいって、会ってない、会ってない、連絡してない連絡してない。うん、猫ちゃんたちと遊べたって、もうやばい、猫が可愛すぎてやばい、今チュールあげてきた2匹に、うん、そう、連絡してあげてって、もうでも時間なくなっちゃう。マジ可愛い、スカート毛だらけって感じ。覚えてたって、いや、なんかチョロちゃんとトラちゃんっていう子がいるんですよ、猫2匹、大西んちに。でチョロちゃんはすぐべったり寄ってきてくれたのに、またトラちゃんがなんかよそよそしくて、最初また目合わせてくれへんくて、またって言って、なんかでもそ
そう、逃げはせえへんから、多分なんか知ってるけど距離がすごく空いたみたいな。そう、前の時もそうで全然目合わせてくれへんくて、そう、でも今チュールあげてイチャイチャしてたら思い出してくれたっぽいので、しっかりそうちゃんとベタベタしてきた。やばい、懐かしい、懐かしいっていうか、なんかほんまなんか家帰ってくるたんびにわーって思う。嬉しい、嬉しい気持ちになる。何も変わってないですかって、何も変わってない。でも今日そのいろいろ挨拶いろんな場所行って顔見せてってしてきたけど、やっぱお店とか変わってるね。なんかここ前何屋さんやったのに違うお店になってるみたいな、よかった。うん、言ってもらえたら他も嬉しいよなって。そう、今日それこそママのね職場行って、あのママと一緒に働いてる方々、いつも奈良帰ったらあのそのママの職場行くんですよ。そう、お世話になってますって言ってあのお土産持って行くんですけど、そう今日会った方本当泣いててびっくりした。そう、お母さんにすごいお仕事で無理させちゃってみたいな。あの昔この部屋でなんか総選挙やってた時期にママがなんか CD をね買ってきてくれた時があったんですよ。でそれちょうど配信中だったんですけど、でそれをどっかでなんか見たらしくて、その方がそうで、その映像も何回も見てみたいな、それ見たらなんか泣けてきたって言って、そう泣いてらっしゃって、へーみたいな。だからママもその涙につられてママもなんか泣いててあ大人二人泣いてるみたいな。いやそう、おーありがとうございます。そう、ママの職場に大西の写真集とかセブ島のガイドブックとか祀られててそうなの事務所に、そう今日そこにサイン置いてきた。そう、今日サインいっぱい書いた。そう、そうなのそう、本当素敵な方々ばっかり。この間たまたま東京行ってみたいな、で近くでももちゃんがラジオやってるからって言って、あの渋パラサヤリンとの回、一番最近のやつかな、そうを見に来てくださってたみたいで、でもあの観覧大きいやったからさ、ファンの方々がいっぱいいたのよ、ガラスのところに。からでこうさ、お店のファンの方もね優しいから女の子を結構前にしてくださったりとかするのよ。で後ろに背の高い男性方がいてみたいな感じで、だからこう旗から見たらすごい大きい男の人たちがいっぱい見てるみたいな、なんか光景やったらしくて、後ろから見たら、であ、おいちゃんちょっと見れへんわって言って、あの遠い道路挟んだ一個向こう側の道から写真だけ撮って、そうそう、そういう話も今日聞いて、そうだったんですねって言ってて、そうなんですよそう、ありがたいよ本当に。やばい、実家何でもあるわ。
嬉しい。眩しいね。ペンライト。お兄さん元気？お兄さん頭どこ行っちゃったんだろうこれ。頭のカチューシャつけてたらね、ここが三角になってきてね、痛そうだからいつも外してるんですけど。何のカチューシャ？ちょっと今方向に見当たらないや。アニスさん元気そうです。お大きいからね、ちょっとこの辺にしないと収まんない。ああいいでしょ。そう、大西家の守り神だからね。猫ちゃんたちに会えたって、会えた。この後もお風呂上がったらイチャイチャしようと思ってる。そう、いいね。お菓子買ってきてんけどさ、お腹いっぱいやねんな。ダイソー寄ってさ、100均あの色紙会に。そう、見て、大好きなお菓子があったの。ほら見て、知ってる？これ あの寒天のやつよ。寒天の知らん？あ、でもおいしいもん。このパッケージとかは知らんねんけどさ、この食べ物自体知らん。こういうほら、こういうやつ、なんかおばあちゃんちとかそういう時になんかよく出てくるやつ。うわーと思って、これは買ってもらっちゃった。いただきます。うん、うまっ。うん、激甘よねって。うん、甘いのかな。うまい。昔から好きなんですよね、これ。なんか面白くて、やばーい、最高。いてて、最高。あ、ジラーチいる。この家にジラーチいたんや。もうぬいぐるみだらけ。なんかうん、家ジラーチいるわ。いつまでいるのって。明日の夕方には帰るから、ほんと、まあほんと一瞬だったんですけど。うん、そうね。
みっこちゃんには会ってないって。会ってないのよ。でもさ、今日なんかそのおばちゃん家にその顔出しに行った時に、あのいとこの話になって、大西が、あれ何歳ぐらいだったんだろう、まあでも普通に結構年の離れたいとこがいたんですよ。ちっちゃい女の子でめっちゃ可愛かったんですよ。そうで、その子の話出て、でその子がもう大学2回生みたいな、もう大西今日一の衝撃あんなちっちゃかったのに、5歳ぐらいやったのに大学2年って、もう大人やって怖っと思ってそう、ほんとすごい。20歳、あ、20歳かで言って、あれじゃあ大西何歳離れてたの？めっちゃちっちゃい印象なんやけど。5歳差？ 5 歳差なんかもそんな同い年やんな5歳差とか同い年やで、みんな同期やすごいね、衝撃だったのよ。うわっ、うわ懐かしい、うわっ、いいうわっ、うわうわうわ、やばい、すごい、今さ、そういえばと思ってさ、ここ見てみてんけどさ、私これ昔ね、ずっとこの香水使ってたんですよ。サムライのユニセックスっていう、そう、これこれね、大西が人生で一番病んでた時に一日中振りまくってた香水もう人生で一番病んでた時にもうめちゃめちゃ振ってた香水、もう朝に5、6発パッ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 って振って、昼も休憩の時パッ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 、もう空き時間あったらもう常にこれを振ってたの、もう依存してたの、その時。そう、このね、匂いをね嗅いだらね、ほんとその時のことが鮮明に思い出す。やっぱ匂いってすごいよね、一番記憶に残る気がする。一気に5年ぐらい前のことを思い出したわ。はあ。いや、めっちゃいい匂いで好きなんですよ、大西。この匂い。うわぁ。これ一生思い出の匂い。5年前なんやって。そう。5年ぐらい前かな、忘れちゃったけど、そうね、5年、ちょうど5年前ぐらいかな。すごいわ、なんか実家いたらさ、いろいろ物を触っちゃう。で、これ昔使ってた昔使っ
使ってた、大西の愛用してた鏡お、スイカとか入ってる。なんで？懐かしいゼブラ。もう大西高校の時ね、部屋の柄、最初高校3年か2年ぐらいの時にこのお家引っ越してきたんですけど、そう、最初のこのね部屋のレイアウト全部ゼブラやったからな。カーテンも布団もクッションも全部ゼブラそう、そう、ゼブラが好きだったんです、高校生の頃おもろいよね、今考えたら。好きだったんですよ。マジ懐かしい、マジでいろいろ懐かしすぎて。引き出しの中とかなんかね、でもほんといろいろ触っちゃう。あ、小西さんのやつここに普通にあったわ。いや、うわーうわー懐かしい。うわ、これ何まあ懐かしい鏡って思ったらさ、こっち何もなかった。100均の鏡、昔エイトねこれ使ってる子多かったんですよ。100均のこのバラのこの鏡、そう、なーちゃんとゆいゆいとかもね一緒に使ってた。いやプリクラや、ギャルやん。いくらではギャルっぽい。よしよし、しまら。いやあ、こんなん止まらんくなるわ。おにし、宝探しみたいですねって。ね、なんかお家帰ってきたらそうなるよね。見せられないプリクラって、見せられないよ。いっぱい他の人が乗ってるから見せられないけど、マジ懐かしい。これね、チームエイトで初めて海外行った時、グアム行った時にイクミと一緒に買ったやつ、中野。こっちもチークボロボロになってる。なんかパレットみたいなやつ、海外で買ったの、免税店みたいな。違うっけな、いやこれは違うっけ、いやでもなんかこれ海外で買ったの覚えてんねんな。使ってないって、なんか使い方わからんくてさ、おいしい。そう、昔さ、アイシャドウとかの使い方が全然わからんかったのよ、おんち。メイク。そう。そう、だから、可愛いと思って買ったけど、結局一回も使わんと。
そのまんま放置そうなのね。メイク品って古くなっても使えるもんかしらって。あ、でも消費期限は決まってるよね、なんかいろいろね。パーファンデーションとかリップとか使える期限はあるっぽいけどね、なんかね。そう、だから定期的にね変えなきゃいけないと思うんですけど、本当は。ずっと部屋の中見渡してて、そう、まだ家帰ってきてさ、そんな経ってないのよ、あの時間。ずっと挨拶してて、で一瞬家帰ってきてからもうご飯食べに行ったので。そう、今配信するために自分の部屋戻ってきてって感じやからさ、またおおってなってんの、なんか。部屋結構そのまんまにしてもらってるんって。え、全くそのまんま、何も変わってないお店が引っ越す時から。うん、でもそのまんま綺麗にしてもらってるって感じ。部屋には猫ちゃん来ないのって。そう、猫はねリビングにいるんですよ。そうなの。そうなの。あ、もう11時なのか。早いな。リビングが好きなのねって。猫？で、猫はねリビングから出れないんですよ。そう、あの子たちすぐ悪さするからもう出れないんですよ。そう、猫2匹飼ってるんですけど、めっちゃ仲悪くて、さっきも笑った、あのなんか2匹ともあのケージに入れてるんですよ。もう同じ場所に2匹同時に放ったらえらいことに、もう血だらけになっちゃうんですよ。だからあのケージに入ってるんですけど、で1匹ずつ交代で、あの交代制なんですよ、そのリビングに出れる時間も。そう、1匹出てたらもう1匹はケージで、でそれをこう交代交代って感じ。ほんと仲悪いんですよ。でさ、さっきもあのチュールあげようと思ってさ、1匹とりあえず出してチュールあげてして、でそうトラちゃんを先に出しててね。でその2匹のケージがこう2段重ねになってるんですよ。上のケージがトラちゃん、下のケージがチョロちゃんみたいな。でトラちゃんだけ一回出してチュールあげてたので、あよしよしってしててんけどさ、踏んだらトラがねチョロのケージギリギリぐらいまで行きよんの。ギリギリっていうか、まあ、なんやろな、10センチぐらいちょっと遠いところに、でその目の前でゴテンってすんの。そう、煽ってんのよチョロのこと。僕外に出てチュールもらってますけどみたいなそう煽りに行くのあいつ、マジでマジで性格悪いマジで性格悪い。そう、
そう、昔はねみんな仲良かったんですよ。もともとうちんちってなんか昔犬とかも飼ってたんですけど、なんかいっぱい飼ってたんですよ。で歴代でお家にも猫たちいっぱいいたんですけど、今までまあなんだろうね、1匹の時もあったし2匹同時に飼ってる時とかも多かったんですけど、なかったんですよそんなこと。そう、動物同士が仲悪いって今まで大西家にはなかったの。大西家っていうか大西が人生生きてる中でなかったの。でもでその前もミルちゃんって子がいてね、でミルちゃんはあの配信とかも出てたんですけど、ちょうど何年前かな、2年前に亡くなって、でだからそれまでは3匹飼ってたんですよ大西んちで。でそう、そうね、でその3匹飼う前、一番トラちゃんが末っ子なんですよ。一番後から来た子で、でその前にミルちゃんと今もいるチョロちゃんとこ2匹で飼ってて、その2匹はね普通に仲良かったんですよ。めっちゃそうめっちゃ普通に仲良くて、でもそのトラちゃんが来てから3匹が仲悪くなったの。なんかそう、それまでチョロちゃんとミルちゃん仲良かったのにそこも仲悪くなっちゃって、そうなの、トラちゃん来てから全員仲悪くなっちゃった猫。全員オスなのにって。そう、大西んち歴代全員男の子やったかも。うん、そうなの。だからその猫にしか分かりしえない何かがあんねんやろね。そう、だからチョロちゃんとミルちゃんが仲悪くなった瞬間はちょっとおじも悲しかったんけどさ、まあでもどうしようもないからさ、ケージね3匹とも話して感じやったけど、そう何があったんやろって分かんないよね。今でもねそうケージに入ったままなんですよ猫ちゃんたち。そうで交代制でリビングを駆け回ってる。そうなの、ミルちゃんメスだと思ってたって。そう、みんな男の子大西んところ。でも可愛いです、犬も。っていや、ワンちゃんはね女の子だと。大西が昔飼ってたチャッキーちゃんって子がいたんですけど、その子はメスでした。そう、チャッキー可愛かったよ。雑種だったんですけど可愛かった。名前は誰がつけてるの？チャッキーちゃんはねお兄ちゃんがつけた。お兄ちゃんやったかな、チャッキーって多分つけた、知らんけど。誰がつけたんやろな。うん、そうなのよ、仲良くしてほしいよね。
今まで何匹飼ってたのって。いやでもおにしが生まれる前とか、おにしが本当生まれたちょっ時に飼ってた子とかもいるけど、それをおにし覚えてなかったり知らなかったりするけど、おにしが覚えてる中は、でもワンちゃん2匹と、あ、でもおにしが生まれる前もう入れるとね、おにしが知ってる限りは1匹犬がいた気がする。でワンちゃん3匹よ。でニャンコは名前何やったかな、いっちゃん、ママママママ ママ床をノックしているフフ配信見てないかな。見てないっぽいな。携帯で呼べないかな。あの子、いっちゃん最初の子名前何やったかな、あの子、いっちゃん最初の子とメイちゃん、メイちゃんって子がいて、でその次ミルちゃんで、チョロちゃん、トラちゃんやった気するんだけど、メイちゃんのね前の子の名前何やったかな、ミーちゃんや、みーちゃんよ、みーちゃん、多分絶対そう。みーちゃん、めいちゃん、みるちゃん、チョロちゃん、トラちゃんや、そう。え、みーちゃんの写真ないかな、めっちゃ可愛かってん、みーちゃん、え、ないかな、え、なんか昔ないよな。これは？これ何？もう小学校の時の。え、違うよ。みーちゃんが見たいねん。みーちゃん一匹いた。ほら、いて。みーちゃん。のアルバムがあってんけど、それどっか行ったわ。お兄ちゃんの部屋かなんかにあるかもやけど、まあでも今あってよかった、一枚でも。あ、みーちゃんや、みーちゃん。あ、でもこれそんなあれやな。マジおもろい。
これあのね、修学旅行でね広島行った時の写真が出てきた。うわー、マジ懐かしい。なんか見せれる写真ないのかな。なんかね、大西が一人で写ってる写真とかやったらさ、パッて見せれんねんけどさ、やっぱ他の人がいっぱい写ってるからな。めちゃめちゃ赤ちゃんのやつやったらあんで。ももちゃんだよ。ももちゃん。かわいい。髪の毛びしゃびしゃやな。なんでこんな濡れてんの。かわいい。でっかくなったねってね、でっかくなっちゃった。でっかくなっちゃった。そうなのよ。これ一人で写ってんで、ね、やばいけど。髪型ねえ、なんかちょっとくしゃってしてる。はい。じゃん、お兄ちゃんみたい。なんかこの顔ツインテールしてる。どういう感情の表情なんやろ。苦笑い。こんな感じ似てる。みたいな。そんな感じの顔面。腕怪我してるって。なんか肘、なんかでも大西ね、すぐ関節をさ、関節をおかしくしてた人間だったんですよ、ちっちゃい時。そう、すぐ変な方向に。そう、マジ懐かしい。あ、でも一人のやつ結構あるな。うん。いやでも懐かしいな。みーちゃん、え、ねえ、普通にみーちゃんのアルバムあったよ。ほら、みーちゃんの。ほら、あ、そう、みーちゃんの。ありがとうございます。みーちゃんや。あ、でもさっきと同じような写真ばっかやな。懐かしい。ごめんね。そう、いや懐かしいね。思い出いっぱい出てきちゃうね。まあそんな感じでね。よいしょ。
通にアコアケッパやけど、いっか。これね、気をつけよう。いや、出てきちゃうね、いろいろ。小学校の時のプリクラとかさ、おもろいね。楽しいね、実家。プリクラ見たいって見せれない。一人で撮ってないからね、プリクラ。友達と撮ってるから、友達がね、いっぱい出てきちゃうんですよ。なんか昔のプリクラって面白いよね。なんかさ、盛るっていうことがなかったのよ。なんかわかる？そう、ほんまに写真撮ってそこにスタンプを乗っけるみたいなさ、まあ多少加工は入ってんねやろけどさ、なんか小顔効果みたいなって昔なかったよね。ね、なかったよね。そう、スタンプとかさ、枠とかさ、そう、フレーム、そう、フレームがさ、勝負やったよね。そう、あとどんだけスタンプと文字を書いてみたいな。美白効果なんか一個もなかったもんな、この今見てるさやつさ。思いっきり部活でテニスやってた時期のプリクラ今見てんねんけどさ、逆になんか黒くなってんもん。いいねんけどさ、別に肌黒い自分も好きだからいいんだけどさ。そう、なんかないもんね、なんかそういうの。テニスやってたのかって、そう、テニスやってたのよ。マジ真っ黒やった。でも日焼けすんの好きだったんですよね、大西。そう、くしゃみです。はい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 。そう、ソフトに、そうそうそう、ソフトテニスやっててね、中学の時。はい、そう、軟式で。こんな時なんかさ、夏なんか汗もかくしさ、もうそんな日焼け止め塗ったところで状態みたいな。そう、なんか塗ったところですぐ汗で落ちるしみたいな、カンカン照りのとこでやってたから意味なかったのよ、日焼け止めが。前衛後衛って、前衛、大西は前衛でした。マジ怖かった。それでもね、3年間やったわけじゃないのよ、1年だけやって、そう、やめちゃったんですけど。
そうなのよ。そう、前衛だったんですよ。本当はこうやりたかったんですけどね、おにし。そう、でも前衛に選ばれちゃって前衛だったんですよね。公園は走るからしんどいっすって、それが楽しかったのよ。なんかそう、それがね楽しかったの。昔はテニスやってる時は走り回りたかったの。前衛ってさ、そんな、いや、あの走り回る量としては公園の方が圧倒的に多いじゃない。そう、その公営してて、で普通にさ、別に試合とかじゃなかったら別に前衛も公営もそんななくて、恩師も公営やってた時もあってんけど、公営でやってた時にパーンって向こう側から打たれて、でそれが一番自分が端っこにいたとしたら、こっちの端っこにいたとしたら、こっちのマジで端っこに打たれた時、一番遠い時にバーって走ってギリギリパンって打ち返すのが好きだったんですよそう、だから走りたかったの、あの時は。そう、その打ち返せたっていうのがすごい気持ちよくて好きだったんですよね、昔。懐かしい、若いってね、え若いよね。そう、恐怖の前衛アタックになって、その前衛怖いんですよ。そう、大西昔からさ、顔面にさボール当たることが本当多くて、テニスじゃなくても球技全般、そう普通にバレーとかさ、ソフトボールとかさ、なんか何かしら球技は顔面に当たるものっていう感じで生きてきたの。そう、だからまず前衛ほんまに怖くて、もうまぐれ、ふう来た、ピーって目つぶってあパンって当たった、よっしゃみたいなとりあえずさ、前衛さ、まあ、うちも1年ぐらいしかおらんかったからさ、全然うまいとかもあれもなかったんやけど、もう前衛なんかラケットをちょっとこうして、もともとピッて当てにいったらもう下にポンって落ちるから、よしみたいなそう、とりあえず真下にパーンってやったら点取れるからそれでお西は点を取ってた。そうなのよ。懐かしいね。21日に波動出るけど行かせそうって、私波動したことないのよね。次初波動なの、楽しみ。そう、行かせたらいいね行かせたらいいけどな。またゲーム的なあれでしょ、あれ。顔面気をつけてって、え、怖っ、何、え、怪我をせずにやって、VR やんの、だって波動って顔面に気をつける、ん、怖、頑張るわ、楽しみ。そう、大西
のね仲間のチーム系は今回21日はまなみさんとランちゃんだから二人ともね、そう運動神経絶対いいから、そう頑張れって頑張れ、そう後ろでこうやってうちのチーム強いだろうって。大西ヒーラーやるわ、ヒーラータイプ、みんな大丈夫って手当てするよってそうヒーラー手します。二人が当たりそうやったら、あ私の屍を越えて行けってそう。そう。そうだ。そう。楽しみ21日波動。他の人たちもねうまそうなんですよ、チーム系以外の人たちも。そう大西さんってお笑い担当なのよって、なんでライ担当だなんて分かんない、全然何していいか分かんない分かんない、分かんない、本当皆さん面白いですよね、みんな面白いなと思って私も見習わなきゃなって思うんですけど、やっぱりちょっと難しくて、だから分かんないけど、だからバラエティとか出てるみんなすごいなと思って、そう大西ももっと頑張んなきゃなっていつも思ってるんですよね。うん、1時間過ぎましたって、もう1時間もやってんの、そんなやってる、あと30分ぐらいかなと思ってたけど、でこんなシール持ってたなんか懐かしくない、このぷっくり系のシール。そうちょっとだけ使ってんのよね、ほら茶かわいいやん、どっかにつけたいけど、でも絶対こんなんすぐ剥がれそう、かわいい、でも、
まだ粘着力あんのかな。あ、ある。え、可愛くない？貼っていこう。いちごハロー、いちご。何貼ろうかな。いちごにしとこうかな。でーん、案外粘着力あるね、これ。かわいい。レオニシの愛用の。かわいい。え、可愛くない？ね、可愛い。え、可愛い。え、めっちゃお気に入り。かわいい。かわいい。シール貼るのいいね、化粧品に。うん、え、かわいい。え、かわいいんだが、嬉しい。やばいね。いいね。愛着湧くねってね。こういうのしたらね、捨てられなくなっちゃうよね。なくなっても、実家最高って。ほんまそれ。あ、バキバキなる腰が。ああ、うん。帰りてーって。帰りな。もう2時もたまにしか帰れないけどね。帰りな、帰りな。うん、俺も実家に帰りたいと。お、みんな帰りたくなってんだ。帰り、あとちょうど1ヶ月後とかお盆ちゃんね。実家に住まないんって。まあ、ここに住めるのが一番
理想ではあるんだけれどもね。2年前だからね。そう、奈良を出たの、ようやく。だって今年で9年目で、7年間ずっと通いでやってたから。そう、他のみんながね、状況とかね、あれやったけど、ほんと最初意地でも、もう一人暮らしをする気はなかったので、そうですよね。それまで往復大変じゃなかったって、なんか、なんだろう、奈良から東京に通いだったのって、そう、ずっと7年間通いでやってて、まあ、通いって言ってもなんだろうね、結局東京に長期でいることが多かったから、だいたいホテルとかが多かったんですけど、そうね、うん、一人暮らしは一人暮らしで楽しいって、うん、わかるわかる。一人暮らしもね、楽しいよね。一人暮らしのいいところはね、いつのタイミングでお風呂に入っても、いつのタイミングで入っても、どれだけ長く入っても誰にも迷惑をかけないっていう、その点だね。お風呂はマジででかい。一人暮らし慣れるまで寂しくなかったって、うん、寂しくっていうか、なんだろうね、ホームシックになった時もあったんですけど、でもまあ言うて、それまでホテルで一人でやってた、まあメンバーもいたけど、まあでも親と離れて暮らしてるのには変わりなかったんで、そうね、そこまで、言うてそこまでって感じかも。なんか今までと一緒で部屋移動がなくなったかなぐらいの、そのホテルやとさ、長期同じ部屋取れる時もあんねんけど、部屋移動とかしなきゃいけない時とかあったんですよ。でやっぱキャリーとかでさ、でっかいキャリーの中とかに詰めて、ほんまもう一人暮らしかのように、ほんまになんかちゃんと、そのなんだろうね、化粧水とかさ、いろんなものを出したりとかもしてるからさ、それをいちいち全部片付けて違う部屋に行くみたいなのも大変だったりしたから、まあ、それがなくなったプラスキッチンがあるから自炊ができるっていう点ではめちゃめちゃ楽だなとは思う。うん、そう、ホテルだと自炊ができないから、ずっとコンビニか外食か、お仕事で出てくるお弁当がご飯だったので、そう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 、だからそういう点に関しては楽になったなと思うんですよね。そう、洗濯機もあるし。でもその代わり帰るタイミングを探すのが難しくなった、実家に。うん、それはあるね。そのホテル暮らしだとお仕事が一旦終わると奈良に帰れるので、そう、でもそうなんですよね、帰るタイミングをこう探すのが難しくなったよね。あ、
たまに帰れるだけでもね、大きいですよね。あら、そっか、一人暮らしの経験ないまま結婚したから想像つかないって。まあでもそっか、おんじもアイドルとかしてなかったらそういうことに絶対なってるわけやから、一人暮らしなんて絶対してなかったと思うし。確かにね。まあそうよね。まあでも経験としては結構大きいよね、そう考えると一人暮らしって。自立できますなんて。そうね、なんだろう、こう一人暮らしをせずとも自立できる人っていうのもたくさんいると思うねんけど、絶対たくさんいらっしゃると思うんですけど、確かに一人暮らしすることによってめちゃめちゃ大変さはわかるよね、暮らすことに関しての。実家で暮らしてたらさ、まあ、お手伝いぐらいはするしさ、まあでもまあいろんな家庭があるからわかんないけれども、でもまあ大体さ、お家帰ったらまあご飯作ってくれてとか、洗濯もしてくれて、朝ママが起こしてくれてとかだったけどね。それを本当、まあご飯とかもさ、全部家事を一人でやるプラスお仕事ってなると、やっぱりね大変だし、でその一人暮らしの家賃とか光熱費とかさ、そのお金とかもさかかるから、それを払わないといけないじゃない。それを払ってからのってなるから、まあ節約とかもさ必須になってくるしね。そう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 、一人暮らしは水回りの掃除が、そうなんで、そうやっぱさ、そう水回りの掃除とかあんま嫌じゃん。そういうのもね全部自分でしないといけないから、そうね、まあ経験としてはすごい大きい経験かなとは思うね、一人暮らし。ごめんね、この部屋さ時計が6時50分で止まっててさ、ごめんね。あ、51分ありがとうありがとう、ごめんね。そう止まってるのよ、6時50分でずっと止まってるの。まだ6時50分だよって嘘つき嘘つき。せっかく実家にいるのに配信長くしてくれてありがたいって、こちらこそよ、ありがとう。そんな長くやってる大西その自覚もないのよ。なんか実家にいるとね、なんかのんびりしちゃうよね。ああ1時間半そんなしてる？まだ40分ぐらいの感覚なんやけど。そうか、7時間ですねって。そうなのよね、奈良にいるとなんかやっぱゆっくりするよね。
なんか行き急がないよね。そう、なんか物事ゆっくり流れる感じがする。そんな長く配信してるか。東京で行き急いでるお兄さん、東京はそんな急いでるって、なんだろうね。いや別に東京が行き急いで、まあ行き急いでるっていう意味がさ、あんまお兄さんはよく分かってないまま使ってるから、よあんま良くない言葉だったらあれだから、あんまちょっと使わないんですけど、やっぱりさ、ほんと人も多いしさ、なんだろうね、なんか他人って感じがしない？街歩いてて、うん、まあもちろん他人なんだけど、他人やねんけど、なんだろう、うん、他人って感じがするの。奈良は人歩いてても、あ、なんか勝手に親近感が湧くんですよ、他人でも。でもほんとそう、なんか例えば人が多い駅とかに行くと余計そういうのを感じるんですよね。東京駅とかこう人混みをこう縫ってこう歩く感じとかが、そう、みんながそれぞれの目的に向かってせっせ歩いてるみたいな、なんか分かんないけど、そう、そういう感じがするんですよね。なんかまあそれがいいところでもあるとは思うんですけど、なんか自由にできるじゃない、やっぱり。好きなこと自由にできたりとか、まあもちろんね、お仕事とかを大変な方とかもいっぱいいらっしゃるとは思うんだけど、まあね、地元っていうの、そうね、地元感ってやっぱりありますよね。そうなのよね、結局は地元だからなんかゆったりできるっていう感覚があるのかね。よし、55分か。ちょっとじゃあランキングの方、1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がアタックケンさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がじゅんぺいさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が河内さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がさとちアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がチョラオさん、ありがとうございます。イエイ。そして、8位がコバアットマーク大西洋さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が、おやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位が MM ルールズアットマーク東京ドーム22000のスタンド席さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が山茶さん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ありがとう。ということでですね、じゃあちょっとこの辺で今日は終わりたいと思います。長々と配信すいません、見てくださった皆様本当にありがとうございました。ということでじゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？ん、でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では、おやすみなさい。いい夢見てね。じゃあね、ありがとうございました。
バイバイ。